ほう。はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、ということで今回からアニバーサリーツアー後半戦と、なっていきますので、今回はね、下見の方をしていこうと思うんですけども、まずは、前半戦のランキング結果が出揃ったということで、そちらから見ていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。いきましょう。どうかな、前半戦来い。やったー、3位、初のリーグ79、4週連続の昇格で一気にリーグ80まであと一歩というところまで来ました。ありがとうございます。もう十分よ、十分リーグ3位で十分。ということで最終順位がこちら。はい、今回は3コースで108,163点を取って無事3位というところになりました。皆さんに動画をお見せしたところから5000点ほど、更新をしているんですけども、その更新の履歴はこちら、ドンということで、はい、こちら、動画としましては3つ目に出させていただいた、でそして最初のディクシーコンゴカップの1コース目になりますシドニーサンシャイン3、動画の時はですね、この画像と違って、ドクターマリオがレベル2、そして3つ目のグライダーのアイスのやつがレベル3っていう形で、走り込ませていただいて、下の 23,223 点というところだったんですけども、まずですね、23,527 点、300点ほどの更新をしたと。まあ、これでこの時点で、その時点では、リーグ3位になったんですけども、これは逆転される可能性が全然あるなというところで、もう1個更新しました。こちらドン。はい、環境は据え置き、ね、レベル3、レベル6、レベル4というところだったんですけども、なんとコインフィーバー ×2 プラスバナナフィーバーというですね、なんとも、素晴らしい、ただ見ていただいて分かるように、フルコンボは相変わらず達成できてなかったんですけども、なんとか、これでね、合計5000点以上更新しまして、画面戻しましょう。こちら、はい、先ほども言ったように108,163 点、なんとか3位以内に食い込むことができました。改めまして3コースの点数がこちらです。シドニーサンシャイン3に関して得点が上がったよと、東京スクランブルとシンガポールスプラッシュに関しては、まあ、よくやったかなと自分でも思う、点数を出すことができましたので、後半もまた、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お知らせ画面にやってきました。土管の第2弾の説明をさせていただきたいと思います。ウルトラレアの出現率 12%、 それは前半と変わらないですね。さあ、新しいキャラの、ピックアップがこんな形になっております。まあね、まあ、第1弾の方が熱く感じたかな。レーダー宝禅ルイージ、通称ソーセージルイージですけども、こちらはトリプルダッシュキノコで、真ん中の、フォーレンダムロゼットはブーメランフラワー、これは悪くないですよね。で、野球マリオがキノコ大砲ということで、ちょっと前半戦と比べるとどうしても見劣りのするラインナップかなというのは否めないですね。はい、続きましてリーグショップの確認に来ました。今週はメタルマリオ、これ1コース目で最適性来てますね。レベル7と8分の3ですか、レベル8も近いですね。こちらアイスランナー、アイスランナーありがたいんじゃないですかね。これもともと有料コンテンツだったと思うので、こちら獲得できる方はぜひというふうに個人的にも思います。グライダーがこちらスペシャルシューターというところで、ニーズに合わせて獲得していただければというところです。はい、続きまして無料土管を3つ引いていきたいと思います。オールクリア土管に関しては次回の動画でお見せしたいというふうに思いますので、まあ、出たら嬉しいのはフォーレンダムロゼッタですね。さあ 12%、 濃い 12%、 待ってるよ 12% 12% といえども、最初の3つで来るとはやっぱり限らないですよね。さあ、土管という文化も終わるんじゃないかと言われているところですが、バシッと決めたいところ、全部ノーマルでした。さあ、では本日のメインに行きましょう。アニバーサリーツアーの後半戦はこちらのメタルマリオカップがリーグ対象となっておりまして、全コース都市系、全コースエクストリーム系というラインナップになっておりますので、1コースずつ見ていきたいと思います。お願いします。まあこれね、前もちらっと話しましたけど、まだ点数出してないんで、まさに下見というところになります。行きましょう。ベルリンシュトラセの 3X に関しては結構ね、面白い印象ですよね。アイテムが動いたりするところだった気がします。さあ、キャラは豊富になったんですよ、皆さん。甲冑マリオ。なんだっけ、パイロットマリオ。そしてゴルフマリオ。ね、全部マリオガチャなどなどで獲得して、ソーセージルイージも持ってます。しかし、なんといっても現状ね、残念ながら一番使えるのはこちらのメタルマリオになるわけですが、お、メタルマリオレベル8にできるな。しないけど。
まあ、ちょっとこれだけ差があると残念ながらメタルマリオを使わざるを得ないかなっていうところをですね、できれば避けたいですがしょうがない。でマシンがこんな感じなんですよね。ガチャでこちらのブラックキャリッジ登場するようです。そして有料コンテンツでこちらのキューピッドアローが来てると。僕が突然キューピッドアローを持っていたら怪しいなと思ってください。何かね、準適正からの昇格組がいればいいなとは思いますけども、とりあえず準適正の大根ロケット使っていきます。グライダー行きましょう。グライダーの最適性はウルトラレアのみ。ここまで全てそうですね。先週から散々言ってましたが、シルバーサーフマスター、今週先週と合わせて、強化する価値のあるグライダーだと思っております。さあ環境はこんな感じ。ややグライダーが見劣りするって言おうと思いましたけども、マシンが準適正でした。ちょっと点数最初は狙えないかもしれませんけども頑張ります。はい、ベルリンシュトラーセ 3X 行きましょう。さあこのコースですけども、さっきも言ったみたいにね、多分ねアイテムとかが動くコースだったじゃないかなって記憶してるんですけども、ああ途切れた、厳しい。おお、コインボックスキャラのコインを浴びながら、いいね、浴びながらボム兵を食らわせると。素晴らしい横兵さを見せております。さあ来た、こういうのに乗りながらアクションをね稼ぐと。あいかん失礼しました。まあまあ下見なんでね、まだコースの形状も含めて。よいしょ、ここ下道もあるのか。下道で行くっていう選択肢があるわけですね。そういえば下見の時も、下見他のリーグでこのコースを走った時も、下道でから攻めてくる他のキャラもいたなっていう印象でしたけども、でも簡単にはなんていうんですか、コンボが途切れなさそうなコースにはなってますね、印象としてはね。さあいた、ここは乗ったら危ないですね乗ったら完全にコンボ途切れるところだった気がする。あ、こっちが下道か。2周目は下道に行きましょうか。さあ下道はこんな感じ。ジャンプアクションプラスコイン3枚ですか。ちょっと上道とどっちの方が価値があるのかっていうのは、また検証しないといけないですね。ちょっと今回はまだ検証まだ行ってませんが、なんか何も起こらずに1位で終われました。この点数がいいのか悪いのか今のところわからないですね。はい、下見の点数はこのような形、22,661点でした。コンボは1箇所途切れて2箇所途切れてるかっていう形で111というアクション数、まあ、このキャラでの下見動画でアクション数111いくってことは、まあまあね、環境が整ってる方は点数出しやすいんじゃないのかなと思います。僕自身ね、マシンが最適正じゃない、準適正でありながらこの点数なので、環境整ってる方はここのコースはいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、では2コース目いきましょう。アムステルダムブルーム 2RX になります。今度はオランダへ移動ということですね。ドイツ、オランダ、アメリカ、なるほど、オランダ行ってきます。さあ環境見ていきましょう。3位適正はウルトラレアのみになっておりますけども、まあこのコースで何を使うのが一番いいのかって言われたら、もう選択肢は一つ、こちら王様マリオなんですけども、僕はね130連ガチャを引いて今のところ縁がないので、はい、あ、なんか思い出したら悲しい気持ちになってきたので、この辺はあまり触れさせないでください皆さん、すいませんまああとはブーメランフラワーキャラですね。あ、違った、ピンク兵法はジャンボバナナ系だった。じゃあバナナ系からいきましょう。ピンク兵法忍者バージョン、そして白タヌキマリオ、そしてこちらのシェフロゼッタね、ジャンボバナナ系が3つ最適性来ております。最後にフォーレンダムロゼッタですね、こちらがブーメランフラワー系というところで、まあコインボックスキャラが一番いい、そしてバナナ系のキャラもね使えると思いますので、僕はね、なんだっけ、王様マリオを手に入れられなかった鬱憤をこの白たぬきマリオで晴らしていきたいと思います。レベル5はまあまあじゃないでしょうか。マシンも最適性はウルトラレアのみで、僕自身もこちら大根ロケットのみの所持ですけども、レベル6なので万々歳というところです。グライダー行きましょう。グライダーも最適性ウルトラレアのみ、結構厳しいですね。こちらの能量ウィング、前回のツアーでも最適性に来ておりまして、その時に強化していたので、今回ね、もう有利になれてよかったなというところです。さあこのコースは全て最適性を取ることができました。レベル5、レベル6、レベル5、下見していきましょう。はい、アムステルダムブルーム 2RX だったかな、コース名を忘れてましたけども、やっぱ行くよね、水中行くよねって感じですけども、あ、バナナいっぱい来た。うお、水中じゃなかった、ビビる。
すぐ外出たわ。よいしょ、あ、踏まない。よし、ラッキー。ジャンボ、ジャンボ行っちゃって。ジャンボ行った。ジャンボ踏んでる。あー、ここはほんとしょっちゅうミスる。先に言ってきますよ、このコースはほんとにね、個人的にもターボ出しめっちゃミスります。よいしょ。あ、これ新コースですね。新感覚だわ。むずい。よいしょ。あー、コインが全然取れない。うわー、ちょっと残念ながら。あそこ上道があるのか。なんだあれは。コイン3つ並んでるやつ1枚も取れなかった。あー、ついにここで途切れた。まあね、ちょっと、あー、しょうもないことやってるとコンボ途切れるよってことですね。ありがとう。さあ、なんとか2万点乗った。はい、ではアムステルダムブルームということで、このコースの方が星5のボーダーが高いので、点数の出やすさ指標としては、1コース目より高めになってるはずなんですけど、個人的には1コース目のベルリンシュトラーセの方が点数出せる要素が多いんじゃないのかなって今のところは思っちゃってます。アクション数も76にとどまってますからね。まあ、実際はね、一生懸命走ってみないとわからないんですけども、2コース目の方がコースも短いし、ちょっと点数出づらいんじゃないのかなというのが今のところ持った感想です。はい、3コース目いきましょう。ロサンゼルスコースと 3RX コース名覚えとかないと。 3RX ね。さあ、ロサンゼルスまでやってきました。さあ、このコースの、まずはキャラの最適性ですけども、あ、ウルトラレアのみ、残念ですね。さあ、このコースおすすめのキャラですけども、ナンバーワンはこちら、ゴールドブルでございます。今回はね、こちらを強化するためにね、貯めといたんですよ。まあ5つチケットがあればレベル6まで上げれるので、こちらのブルをレベル6に上げることを念頭に置きながら今週は過ごしたいと思います。その他おすすめキャラはこちら、はい、ロサンゼルスコーストといえばって感じですけども、サンシャインマリオ、来ておりますので、こちらも十分おすすめだと思いますし、こちら忍者兵法、ね、超初期のブーメランフラワー持ちのウルトラレアキャラという形ですけども、ようやく僕も手元に置くことができております。おすすめのキャラはそんなもんかな。ブル使っていきましょう。さあ、マシン行きましょう。マシンの最適性はウルトラレアのみ、リーグショップのアイスランナーも最適性に来ておりますが、僕はこちらロマンスデーモンレベル6ポイント解放2段階いってます。ちょっとスリップストリーム系なのは気になるけど、まあこれが一番いいでしょうと。グライダー行きましょう。グライダーの最適性もウルトラレアのみ。そうですね、全部ウルトラだとやっぱり人によっては非常に環境厳しい可能性があるので、ちょっとね、優しさ見せてほしいなって思っちゃいますね。コイン系のグライダーが2つ、ゴールドバルーンとこちらゴールドスタジアムが来てるよっていうところになっております。ゴールドスタジアムが一番強化できてるんで、こちら使っていきます。さあ、比較的金ピカピンになりました。レベルは最終的にはキャラはね6に上げたいところですけども、今はこんな環境で下見していきます。はい、ロサンゼルスコースと 3RX いきましょう。コス目長い。さあ、すごい回スタートなのでコインボックスキャラ的に不利な状況ですけども、このコースは意外にね、このくねくねがね、くねくねが、くねくね以前の問題だったのでもう喋るのやめます。こういうのはね、本当にめげるんですよね。うわ、新登場コースではないっすね。走った記憶がありますね、多分。あ、それか RX なん、RX なので、ひょっとしたらね、リバースは初めてじゃないよな、きっとこのコースは。よいしょ。あ、恨みのある王様マリオはね、やってやりましたよ。彼には恨みがあるんでね、王様マリオは許せないんで。今のところ彼は存在が許せないんで。さあ、巻き返していこう。はい、はい、巻き返して、巻き返して、前の方の人たち当たってよ、ね、当たってよ。さあ、ようやくコインボックスが来た。一番いらないところ、これ下行こうか。
はい、3位ゴールでした。はい、下見の点数は 22,948 点となりました。アクション数は108、星5のボーダーは3コースの中でこちらが一番高いという形になりましたので、まあ、環境が整っている方にとってはこのコースが一番点数出しやすいかもしれません。僕も今のところはそういう感想でございます。もちろん個人的にコインボックスキャラを扱えるというね主観も入っておりますけども、強化するポイントね、チケット等がある方はこのコースがやっぱり一番のおすすめ、3、1、2コース目っていうね順番が個人的にはおすすめの順番かなというふうに思います。はい、3コースを終えた段階での下見の合計点リーグ内15位、厳しい、上には上がいる、めっちゃ多い、どうせ王様マリオ持ってんだろ、持ってない。現状一番上の方、逆襲のレオ、ライオンズファンの方ですかね、トップ10っていうトロフィーを持ってるらしいです。すごい。ということでトップ画面に戻ってまいりましたが、今回は3コース全てエクストリーム系ということで、走ってて楽しいのはね間違いないんじゃないのかなというふうに思いますけども、もちろんコースによってね環境が整ってない方はですね、得点的には厳しいかもしれませんけども、なんとかそれぞれね、ボーナスメダルだったりとかコインをたくさん集めてですね1週間、順位も上げていっていただければと思います。個人的にはどうでしょうか、どこだっけ、アムステルダムブルームのグラマシーン、違う、1コース目だ、ベルリンシュトナンセのマシーンの最適性がないという時点で非常に厳しいので、ここだけはちょっと解決 しないとなというふうに現状は思っております。リーグ80目前となってきました。今週も1コースずつ、また攻略動画出させていただきますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。今日の動画面白かったよ、参考になったよって思ってくださる方はぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。リーグ80目指して今週も頑張ります。今日は以上です。失礼します。